崎がボールを持ってアタックしてシュートまではブロックショット。まずは橋本ショットクロックいます。ちょっと外から外からでしたけどもタイムアウトで変えてきましたね。そうですね、うまくペイントアタックしましたね。中に入れるミラーとスミス笛が鳴ります。外のここは打てない。ペイントの中シナガのスリー高いアークで決めていきました。そうですね、久しぶりに三河が自らのポゼッションで決められませんでした。ガロソンうまく体を当てながらシュートを決めていきました。エンドワンです。確かに加入してチームの得点源となっているミラーですがまだなかなかシュートを打つという機会もそれほどありません。今うまく通していった。さあまたこれで差が5点差に開きます。野崎どうする。ラドソンやっぱりジョシュア・スミスでいく。その中にカットにしていきました小野。西田が1本この後半スリーがありましたけどもこのミラーのスリーは落ちます。決まらないんですよね。そうですね、はい、岸谷サイドを変える。小野今度はスリーを決めていった。これで逆転。小野トップの位置でラドソン、いやこれはヘソンです。決めていきました。この辺りもうまさを見せます。まあ、今シーズンは富山は、ね、ポイントガード総入れ替えというところからスタート、それから宇都という存在も、ね、長く富山を引っ張っていましたがその名前がなくなったというシーズンでした。さあ岸永特別指定選手ですがもうずっとポイントガードをスターターから務めています。前半いいプレーいい動きが目立っていました。雨谷がここでコートの中に入ってきます。富山としてはまたここでメンバーを変えて打開を図ろうというところです。中に入れる、これはいいパスになりました。小野からジョシュア・スミス。小野はスリーがある。やっぱりここはスミス、ガードナーがついています。もう一度戻して小野フェイクを入れてまたジョシュア・スミスに。やっぱりここは無理はしません。